どうも、まひろです。今日はですね、精神病と戦う節約男の自己紹介動画です。今回の動画では、私が患っている精神疾患の話、私が別で行っている本業の話、あとお気づきの方もいると思うんですけど、アカウント名が大幅に変わったので、それの理由、このチャンネルの目的、この3つについてお話しさせていただきます。まずは病気の話についてなんですけど、私が患っているのは統合失調症とパニック障害と不安障害、この3つとなっています。これらの病気は20歳の時に診断していただいて、私は精神病院には小学生の頃と20歳の頃と現在25歳の時に、この3回に分けて行っていました。小学生の時の精神病院に行っていた理由っていうのはちょっと私覚えてないんですけど、普通にカウンセリングしてお薬を飲んでいた記憶はすごいありますね。いや、2年くらい通ってたのかな、週に1回行っていました。そこから行かなくなって、20歳のある日になんか自分が不安になるような瞬間があったので、でその時に行き始めていて、でそこで初めてようやくパニック障害とかその病名が明確になったんですね。でそこで処方していただいたお薬が自分の体にすっごい合わないもので、自分がめまいして、でそれで一日中意識朦朧としたっていう記憶があって、で薬に対してのトラウマがね出てきちゃったので、そこで薬怖いなって思って良くないんですけど、病院を一時期辞めたんですよ。でなんで今通っているのかっていうと、私はこの後もお話しさせていただくんですけど、私本業でお笑い芸人をやっていて、お笑い芸人の方で誹謗中傷を受けていて、そこで心が折れてしまいまして、鬱っぽく、鬱ではないけどもいろいろ考え込むことになっちゃって、でそこでもう一回精神病院に行こうって思って勇気振り絞って行き始めたっていうのが、まあ現在っていうことですね。今回病院行った時診断していただいたのは不安障害の一つだったんです。まあ、その理由に関しても、そのカウンセリングがあるんですよ、精神病院っていうのは。その時に事情をご説明させていただくんですけど、私がねそのカウンセリングで良くないんですけど、一つ隠し事しちゃって、要するに誹謗中傷に対する不安だったりとか考え込みだったりとかで何もできなくなる、まあ、ここまではお伝えしたんですけど、今私バイトに行けている状態なんですよ。バイトに関しては誹謗中傷に全く関係ないから行けている。でもそのバイトに行く理由っていうのは、私ペットのウサギのミータンっていう子を飼っているんですよ。その子を育てるにはバイトしてお金を稼がないといけないじゃないですか。失礼な話になっちゃうんですけど、もし私がバイトができなくなってお国からお金を支給していただくっていう状況が生まれるとするならば、その場合はお国からお金をいただいているにもかかわらず、ウサギ飼ってるっておかしくないって普通だったら思うじゃないですか。普通だったらウサギを引き払えっていう状況になると思うので、それは私できないんですよね。この子ウサギちゃんに関しては、この子のおかげで今の自分が生きれているし、この子がいなかったらもっと自分が不安になっているかもしれない。要するにね、私が飼っているウサギちゃんミータンはもう一つの生命みたいな存在なんですよ。なので一生懸命働いてはいるんですけど、ただその中で私は今まで以上に行けないんですよ、バイトに。体がなかなか起きないだったりとか、起きるまでに頭痛かったりとか、7度寝とかしちゃったりとか。でもそれを言えなかったんですよね。普通にバイトに行っているだけで収まっちゃったので、なので不安障害でとどまっちゃったって感じなんですよね。きっとわかんないですよ、全部はお医者さんじゃないので。今回に関してなんで統合失調症って言われなかったかっていうと、幻聴幻覚とかそういうのが見えるっていうのが統合失調症らしいんですよ。まあ、他にも原因あるかもしれないんですけど、私は幻覚は見えたことないんですよ、絶対に。幻聴に関しては、これ私がもともと思い込みが激しい性格だからかもしれないんですけど、聞こえてはいるんですよ。外に出かけるじゃないですか。外にいなくっても、なんかどこかしらから、お前はできねえやつなんだよとか、お前みたいなんが歩くなとかさ、いろいろ聞こえるんですよ。それって思い込みからなる言葉なのかなって思ってしまってる自分がいて、要するに、どっからが幻聴なのかが自分いまいち分かってなくって、だから聞こえてませんって言っちゃったんですよ。だから今回統合失調症っていう診断はなかったんですよね。なので要するにね、私が言いたいことは、その精神病院今後通われる方にお伝えするんですけど、ちゃんと全部言った方がいいですね。ちょっとこれは怪しいなって思ったらもう全部伝えるっていうのが大事かなって思いますね。次、不安障害に関しては、なんか何かしら思い込む、思い込みが激しい、
思い込みが激しくって、でそれで何もかもが手につけられないっていうことが主だと思うんですけど、で私は実際それでいろいろ考えちゃうんですよね。もう中学の時からお前被害妄想がすごいなって結構言われてきたんですよ。それは性格の問題かもしれないんですけど、まあ、それがちょっと行き過ぎて病気になっちゃったっていう感じなんですよね。続いてパニック障害に関しては結構あるんですよね。もう家でもうどうすればいいか分かんないってなってブワーってなったりとかするんですよ。まあ、それは、ね、多分不安からなるものなんですよね。思い込みが激しすぎてどうすればいいか分かんない。実際に私の両親がパニック障害だったらしくって、でそれ聞いたことあるんですけど、まあもしかしたらそれを引き継いでたのかもしんないし、私が以前お付き合いしていた彼女さんが精神病を患っている人で、それで私が真に受けすぎてなっちゃったのかもしれないですね。その子が悪いとかじゃないですよ。今回はね、こういう風に自己紹介動画って言っておきながら、まずそもそもなんでお前今病院通っている最中でめちゃめちゃしんどいのに動画撮れてんだよって思われる方もいると思うのでご説明させていただくんですけど、私がじっとするのが嫌な性格なのと、単純にこういう現状を動画に残しておきたいって思ったからですね。なので撮れるタイミングで動画は撮らせていただいています。現在ね、過去の動画もそうなんですけど、私は普段から節約生活を行っていて、今後ね精神病院を定期的に通うっていうことで出費が増えるので、さらに節約生活をしていかないといけないなってことなので、普段も利用させていただいているんですけど、今後とも業務スーパーさんにさらにお世話になるかと思っています。よろしくお願いします、業務スーパーさん。あと激安のドラッグストアさん、よろしくお願いします。で続いてが本業の話なんですけども、先ほど軽く触れたんですけど、私がお笑い芸人をしています。先にお笑い芸人をしている私の現状についてご説明させていただきますと、私はですね、事務所に所属させていただいているお笑い芸人でして、テレビの出演は全くありません。で収入は今月はゼロで、去年の2020年の年収はしっかりは覚えていないんですけど3万円から4万円でございました。でなんでこんなに売れていないのにも関わらず誹謗中傷が来るのかっていうと、 TikTok の方でありがたいことにこんな私でもフォロワーが1万人くらいいさせていただいていて、そこでですね結構ね、死ねだったりとか本当に殺すぞだったりとか、怖くてスクリーンショット消しちゃうんですよ。だから証拠という証拠はないんですけど、まあ、死ねだったりとか殺すぞだったりとか、もういろんなメッセージがバーってきて、で毎日ほぼ毎日ですねもう来ちゃって、でそれでもうダメになってで今回のように病院通わせていただいたっていう感じなんですよね。事務所様からのお許しをいただいて今活動をねお休みさせていただいているんですけど、なんで今まで芸人だっていう事実を伏せていたのかっていうのはこの後の下りで説明させていただくのでお待ちください。続いてアカウント名の変更に関してなんですけども、だいぶ変わりました。今まで私はジャスティンの適当節約生活っていう名前でやらせていただいてたんですけど、現在は精神病と戦う低収入男の節約生活とさせていただきました。これの理由に関しては、まあ、2点ほどあるんですけども、もともとね私の YouTube チャンネルのコンセプトっていうのは、本来ならば不器用人間なりの節約術を提供したかった、まあ、不器用なりに、まあ、こういう風に頑張って生きてるんだぞ、こういう風に節約生活してるんだぞっていうのをね皆様にお届けしたかったんですけど、この不器用っていうのはだいぶ私オブラートに包んで喋ってたんですよ今まで。要するに精神病で正直器用にこなせていない人間がどれほど頑張っていくのかっていうことだったんですけど、私より重症な精神病を抱えている方もたくさんいると思うので、このような言い方は本当に適切ではないんですけど、精神病を患っているっていうことで見え方が悪くなるんじゃないかなって今まで思ってあまり動画内で言ってこなかったんですよね。でも、まあ、今回久々に精神病通ってで今の現状があるので、これちょっと言わないといけないなっていう考えに変わってアカウント名に精神病と戦うと加えました。自己紹介の時にいつもだったらどうもジャスティンですって始まるんですけど、今回どうもマヒロですって名乗らせていただいて、そうなんですよ、今日から私マヒロでやるんですよ。ジャスティンっていうのはお笑い芸人の時の名前なんですね。そこも正直ずっと突っかかってはいたんですけど、ちょっともうこれを機会にもうジャスティンじゃなくしようって思って、この動画内では芸人に関してあまり深入りするつもりもないので、もう普通のマヒロとしての人間として
やっていこうと決めました。なのでね、今まで隠し事ってことではないんだけど、いろいろ伏せながらやってきたんですけど、精神病を抱えている不器用な人間の節約生活っていうので、まあ、見ていただけたら幸いでございます。同じ境遇で戦っている人一人じゃないんだよっていうのを、まあ、伝えていけたらなって思っております。で、先ほど後回しにさせていただいていた芸人を伏せていた理由に関してなんですけども、1点不安があって、このチャンネルに若手芸人ですって言っちゃったら、若手芸人がやっている節約生活っていう見え方がするのかなって私はちょっと不安になったので言わなかったんです。あくまで一人の精神病と戦うフリーターの日常をお見せしたかったんですよね。もしかしたらあの名前は別に決して広まってはないんだけど、こういう若手芸人さんもいるんだな、若手芸人さんが節約生活してるんだなっていう見え方がしたら、まあそれもそれでいいんですけど、私の趣旨としてはちょっと違うかなって思って言わなかったんですね。でも今までそのジャスティンって名乗ったりとか、金髪だったりとか、服が上下真っ白だったりとか、あと家計簿紹介の時とかに不自然な部分がいろいろあったと思うんですよ。芸人やらせていただく上でなんか必要なお金だったりとかが家計簿で発生したりとか、いろいろ動画で含まれてたと思うんですけど、まあ、たまに答えてはいたんですけど、ほぼ触れずにやってきて、明らかに不自然だなって思って、もう今回はもう全部言っちゃおうぜっていうことで言っちゃいました。なんでね、一応概要欄ではお笑い芸人やってますって言ってはいるんですけど、基本的にはもう触れないようにいこうと思います。まあお金とかの件に関してとかはもう全部言っちゃうんですけど、基本的には触れない方向でいくので、そんな感じでございますね。あとこれは私が考えすぎな性格で皆さん思ってないかもしれないんですけど、私が今回精神病だったりとか芸人やってますだったりとか、まあいろいろ言ってきたんですけど、これ決して嘘じゃないので、そこだけご理解いただけたら幸いです。本当なんで、まあ、こんな感じでね、私の大幅な自己紹介動画を載せさせていただいたんですけども、まあ、他にもね、こんな私でも何かしら関心がある質問があるよっていう方は、ぜひともまあコメント欄とかでも何かしらのメッセージツールでご質問いただけたら返事させていただくか、またそれをまとめて動画にさせていただくので、ぜひとも気軽にご連絡してください。で、私が患っている精神病に関してはしっかりまとめた動画はまた後日載せますので、お待ちいただけたら幸いです。節約生活に関しても変わらず投稿していきますので、まあ、見ていただけたら幸いでございます。本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは精神病と戦うフリーター男の節約術、節約レシピ、Vlog 系たくさん更新していくので、参考にしていただける方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。あと私は他の SNS もやっています。 Twitter、Instagram、TikTok こちらもチェックしてフォローしていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.